ここはターンエンドだ。ミブロックバラガン、ハチマキのやつ、俺とのバトルで経験済みのはずだ。それにテガマルとシューのバトルでも使われたスピリット、どう攻める、ハチマキ。激しい攻撃が特徴の赤デッキ、一方鉄壁の守りが特徴の白デッキ。例えれば最強の剣と最高の盾がぶつかり合うイメージかな。ある意味我慢比べよね。ああ、どちらか気を緩めた方、隙を作った方が負けだ。スタートステップ、ドリアーシクトリアの効果発動だ。相手のターンで自分のバーストがセットしてある間、ブレイブしていないスピリット全てをプラス BP2000。 さすが白のスピリットじゃない。続けてコアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、氷の覇王ミブロックバラガンをレベル3にアップ。そしてセリザワンドダックを召喚で荒らしちゃる。そのバーストカード、そなたのちょっと猛進な性格ならばあのカードしかあるまい。よってこやつをバーストセットしようぞ。読み込んでのバーストセットか。アタックステップ、セリザワンドダックでアタックだ。キジトリアでブロックだ。セリザワンドダックの破壊時効果が発揮。英雄竜ロードドラゴンを手札に戻してもらうぞ。そしてセリザワンドダックが破壊されたのでバースト発動、先駆けの覇王ミブロックブレイバー召喚。先駆けの覇王ミブロックブレイバー、白のスピリットが破壊された時バースト召喚できるスピリットなのだ。氷の覇王ビブロックバラガンでアタック、ナイフで受けるぜ。この時を待ってたんだ。ナイフ減少によりバースト発動、爆裂、爆勝ち、爆炎の覇王ロードドラゴンバトル召喚だ。バゼルか、また予想が当たったようじゃの。うん、なんか嫌な感じね、この流れ。驚いたよ、芹沢勇くんの読みがここまで当たるとは。と言いますと、解説しよう。勇くんは、はじめくんのバーストをロードドラゴンバゼルと呼んで、ミブロックブレイバーをバーストセット、そして、芹沢ダックをぶつけ、ミブロックブレイバーを見事に召喚したんだ。バゼルに備えるためにミブロックブレイバーというところに意味がある。 BP はレベル1で互角、レベル23はミブロックブレイバーの方が上手。バゼルに対抗するには最適なスピリットになるからね。お、なるほど。ターンエンドじゃ。やっぱすげえなお前、さすがテガマルが注目するだけあるぜ。攻撃の手を緩めぬソナタもなかなか、スタミナはまだまだありそうじゃの。はあ、これからもガンガン行くぜ。メインステップ、オードラーを召喚、レベル1を2体だ。続けてキジトリアをレベル1にダウン、まだまだ。英雄竜ロードドラゴンを召喚、もう一度頼んだぜ。初めてだよね、ロードドラゴンとロードドラゴンバゼルが同じフィールドに立つのって。おお、すごい、なんという存在感、まさにキマリ姫と僕が並んでいるようだ。もしあんなにごっつないでしょ。存在感ですって、痛い痛い痛い。でも
ポンちゃま。そしてバースト戦闘。中盤からのバーストの読みは難しいの。おっしゃー、いけるぜ。機械のアタックステップ。相手がアタックステップを始めたとき、え、ミブロックバラガンの効果が発揮じゃ。コスト7のミブロックバラガンを手札に戻すので、そなたもロードドラゴンバゼルとオードラン2体を手札に戻してもらうぞ。やられた。これはどういうことかと申せば、ナレーター頼むぞよ。はい、わかった。氷の覇王ミブロックバラガンのレベル23の効果、相手のアタックステップ開始時、自分のスピリット1体を手札に戻すことで、そのコストの合計まで相手スピリットを好きなだけ手札に戻すことができるのだ。つえ、ほんとつえよ、芹沢勇ミブロックブレイバーこれは大ピンチね。もしアタックしなければミブロックブレイバーの相手のアタックステップ時の効果が発揮される。一回もアタックしなかったらライフが削られちゃうんだよな。アタックすればライフは守られる。だがロードドラゴンもキジトリアもレベルは1。芹沢勇、相当の策士だな。ハチマキ、これまでかもしれん。だとしたらその程度のやつだったってだけだ。どうすんだよ俺。考えろ考えろ考えろ。あんちゃん、何、どうしちゃったのあいつ。戦略を練っているのでしょう。なんせ世界大会へのラストチャンス、ここで負けるわけにはいかないからね。勇くんもすごいけど、はじめくんだってよく食らいついてるじゃない。ここが正念場だね。あとははじめくんの気持ちの問題だ。マジやべえだろこのままじゃ。その程度か、ハチマキ。俺は先に行ってるぜ。なんじゃ。そうだ、俺こんなそこでへこたれてる場合じゃねえだろ。何弱気になってんだ。バトルはまだ終わっちゃいねえ。まだまだこれからだろ。上げてくぜ。あいつ行くぜ。キジトリアでアタック。ライフを守る方に出たね。その選択後悔するでないぞ。ミブロックプレイバーのブロックじゃ。これでいいんだ。ターンエンド。メインステップ、まずはバーストセット、さらにミブロックソルジャーをレベル2にアップ、そしてコテツティーガーを召喚。覚悟は良いか。来い。ミブロックフレイバーにフレイブであらっしゃる。アタックステップ、まずはミブロックソルジャーレベル2の効果じゃ。自分のバーストがセットされている間、ミブロックと入っている自分のスピリットすべてが BP プラス2000となる。いざ参ろうぞ。先駆けの覇王ミブロックブレイバーでブレイバーアタック。ブレイブスピリットの BP は16000、対するロードドラゴンは BP4000。 マジヤバいでしょ。あんちゃん、諦めないぜ。ブレイブ、コテツティーガー。神速の効果を持つブレイブであり、さらにブレイブ時には BP を比べて相手のスピリットを破壊すると
相手のライフを減らすという強力なブレイブだ。世界に行くのはこの俺だ。守りきるぜ最後のライフ。次回夢の舞台決着、バースト対ブレイブ。カードを持てば誰でもヒーロー。